はい、土地パフォーマンスです。今日は、前回の続きトゥーランの、カスタマイの続きをやります。で今日は車庫帳の取り付けやります。取り付ける車庫帳こちらです。BC レーシングの車庫帳、これをつけます。でこれフルタップって言って全長調整式、要は車庫帳自体の長さが変えられるタイプなんで、調整の自由度が非常に高い車庫帳です。ちょっと開けてみたいと思います。で完全に余談なんですけど、BC レーシングは、ホイールでおなじみ BC フォージドと大元は同じ会社です。まあ鍛造と同じ、まあ、高いクオリティで、まあ、各パーツが製作されてます。でも今回アッパーがこのピロのキャスターじゃない、キャンバー角ですね、調整できるタイプなんで、もう丸々交換になります。スタビの角度が変わるんで、専用のスタビリンクもついていきます。なんでお収集車のコンパクトを特におすすめですね。ミニとかアウディワーゲンでもう足元をバッチリ、もう車高出づらアライメント優先で仕上げたいなっていう人は、まあ、かなり自由度が高いんでおすすめです。でなおかつ減衰調整が確か30段かな、32段かなでついてます。でリアはこのショックの頭ですね。で減衰が調整できるようになってます。でフルタップなんで、まあ要はショック自体の長さがここで変えられるってことですね。はい、じゃあ頑張ります。はい、全部終わりました今。はい、これからちょっとリフトを下げてどんな感じになってるのか見てみたいと思います。ただこれちょっとつけてそのまんまなんで、多分前後のバランスとかちょっと一回下げちゃうね。うわー、いいんじゃない、いい感じじゃないでしょうか。ちょっとハンドルまっすぐにしろか。ちょっとでも車高微調整必要っすね。で今回ロティフォームの、BUCM19 インチ8半インセット45でつけたんですけど、面具合はもうツラツラです。タイヤが今回、まあ、2.45にしちゃったんで、ちょっとムチムチすぎるぐらいムチムチしてますね。少し寝かしてもいいかもしれないですね。はい、こんな感じです。箱から出してそのままつけた状態なんで、ちょっとこれで微調整して減衰も全部揃えて仕上げたいと思います。いやー、いい感じ。うわ、すげーベタベタだね。やべえ、すげえな、これすごい。はい、で今全ての作業が完了しました。ちょっと車高の微調整と、あとフロントが少し出てたんでキャンバーをつけて内側に入れました。はい、こんな感じです。いやー、かっこいいんじゃないですかこれ。はい、で今回タイヤ引っ張らないであえて245で履かしたんで、かなり角が立ってて、こう、まあ、ミニバンでもおかしくない感じでちょうどいいんじゃないでしょうか。で車高はちょっとあえて低めにしました、あのデモなんで。はい、でやっぱりロディフォームこのぐらい車高が低い車とかに合わせてもらうのはやっぱりあの定番なんで、まあ、ちょっと分かりやすいようにちょっと今回は低めにして、でこちらの車両、これから全国のイベントだったり展示させていただく機会あると思いますので、ぜひその際は細かいところまで見ていただけるとありがたいです。
はい、というわけで今日は営業者のトゥーランを勝手にいじるっていうそういう企画でした、はい、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。